ございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ね、撮影始まりましたけど。はい。ね、一応こちらのカメラ皆さん見てますので、ちょっとねお名前お願いします。こんにちは、ニトリひなです。あ、ひなちゃんでございますけどもね。ちょっとまだ緊張が。しますね、ずっとしますね、やっぱり。慣れないですね。慣れない。うん、だって今、4本目今回。はい、今日で4本目。4本目、ね、撮影になりますけど、こうデビューから3本撮影してきて、うん、どうですか？最初が、一番緊張して、2本目で一回 3P を初めてやって、ちょっと怖いなっていうのもあったけど、やってみたいなっていうのがちょっとドギマギで緊張して、3本目は慣れたかなと思ったんですけど、こう大きいこういうスタジオじゃなくてホテルだったんで、なんか3本目で一気に撮影の環境が変わって、またなんかこう緊張しました。なるほどね、はい、3本目がホテルだったんで、なるほど。また今回、ね、スタジオ大きいところ来ましたけども、本日4本目になりますね。今回、はい、作品なんとなく内容は聞いてますか？覚醒そうそう、覚醒しちゃうらしい。覚醒ね、もうちょっと皆さんね、S1 の女の子の登竜門的になってますけども、エロス覚醒、まあちょっとね、今日からちょっと覚醒を、エロスの方の覚醒、ひなちゃんのエロス、今までやってきたエッチのちょっと限界を超えてほしいという企画になっております。はい、ね、はい、まあちょっとね、覚醒というわけなんで、ちょっとね、いろいろと用意してるんですけど、まず、ちょうど今年撮影、前回の方がそのホテルの撮影、はい、その撮影の翌日に会いましたよね。はい、ね、やはりちょうど1ヶ月前ぐらいですね。そうですね、はい、1ヶ月前ぐらいに会った時に、一つお願いをしたと思うんですけど、覚えてますか？覚えてます。覚えてますよね。覚えてます、ね、昨日までそれをちょっとやっていただいたと思うんですが、何をお願いしましたっけ？禁欲聞こえてるかな？禁欲です。禁欲ですね、まあ、禁欲、まあ、じゃあとりあえず聞きます。この1ヶ月間禁欲できましたか？頑張りました。お、嘘じゃないですか？はい、ね、これみんなファンの方見てます。嘘つけないですよ。頑張りました。あ、頑張りましたか。そうですか。ね、まあこの禁欲ね、これ頑張りましたって言いますけども、これちょっとひなちゃんのね、普段のこうエッチの状況っていうのがわからないと、このどこ頑張ったのかわからない。ちょっと聞いてみたいんだけど、はい、ひなちゃん、こう今彼氏はいません。いない。あ、いないんですね。じゃあセフレいない。いない。あ、パパ。パパ。パパは一人しかいない。あ、本当のパパ。パパは一人。そうそうそう。ね、というわけでは、プライベートではないですね。一致することはない。うん、ということはまあね、月に1回の撮影でしか一致はしない。楽しみ。おお、あ、楽しみなんだ。楽しみにしてます。ね、まあ、じゃあ普段もないわけですね。うんうん、ということはこの撮影か撮影の間約1ヶ月か、一人で、ね、エッチを禁欲しました。普段どれぐらいするの？普段は結構生理前とか、あととか、その辺は結構やっちゃいますね。その3日4日とか連続とかやっちゃって、まあ、あとは何もない時は、でもやっぱ週3とか週3、まあ4、まあちょっとまあちょっとね、まあやっちゃいますね。やってましたね。まあ2日に1回ぐらいはしつつ、生理前後は
ほぼ毎日のようにしちゃうとか。ちょっとやっちゃいますね。結構するんですね。しますね。結構なさるんですね。しますね。なるほど。まあ、じゃあ、1ヶ月間、まあ、よく何回ぐらい、15回、16回、17回ぐらい本当はするはずだったオナニーをゼロに。実際ぶっちゃけどうでした？1ヶ月我慢してみて。なんかしなかったらしないでいいんですけど、しちゃダメって言われると、ああしちゃダメなのか、ああダメだな、ダメなんかみたいな、なんか意識してなかったけど、言われちゃうとなんか意識して気になりましたね。ああなんかダメなんかしたいな、あそこ言われない方が、あなるほど、ね、言われて意識しちゃって、なんか余計なんかちょっとなんかやりたいなみたいな。あじゃあ、うん、結構我慢してくれたってことで、ね、では1ヶ月間そのね我慢したということは、うん、現在、うん、欲求不満ですってことで、カメラに欲求不満です。お私は今エッチがしたいです。あ、エッチしたい、楽しみにね、してきてくれてるとっていうのを聞いてますので、はいね、まあ、というわけで本日そのね、ちょうど今欲求不満の中で、思いっきり今日それを解放していただいて、はい、まあ、それにすることによって覚醒を、まあね、いろいろこうやったことないことをちょっと聞いてみようかな。ね、美薬ないです。聞いたことあるよね。あります、もちろん、もちろんあります。使ったことはないです。ないです。女性用の美薬、うん、使ったことないですか。ないです。あ、ないですね。例えば、ね、追撃、どうぞ。わかんない。あ、ね、多分ね、初めてのことがいっぱいあると思いますので、うん、ちょっとね、それもう全部気持ちいいことです。なるほど、うん、あの別に辛いこととかはないので、うん、実際すごい大好きな子いっぱいいる、気持ちいいことが今日は、ね、いっぱい待ってますので、うん、ね、というわけで本日エロス覚醒はい、ね、じゃあ最後にここから、ね、皆さん見てますので期待してね、エロスの反応ですので、ね、お願いします。気持ちよくなってきます。最初のコーナーでございます、はい。ね、一応先ほども言ったけど1ヶ月間禁欲をした状況で現在、はい、受けてください。んエッチがしたいです。あ、エッチがしたい。いや、9分前ですね。エッチがしたいです、ね、なんでね、思いっきり楽しんでもらいたいんですが、うん、ここで一つ、はい、お約束をしてほしいんですよ。ん、何ですか。始めるにあたり、はい、ね、思い気持ちよくなってもらいたいんだけども、はい、今からこうやるスタートって始まると、まあいろんなとこ触られちゃったり舐められちゃったり気持ちいいことが始まりますけども、触られたり舐められたりで行かないでください。ね、多分すぐ行っちゃいますよ。多分すぐ敏感になっちゃってる。すぐ行きますね。結構ね、行きやすいんだよね。結構あ、結構もう今黙ってな、黙ってもなんだけど、うん、ちょっと我慢してもらって、一発目はおちんちんで、せっかく1ヶ月我慢したんでおちんちんで行ってほしいんですよ。なんでさ、ね、要は軍にされて、うん、あ、行く行くってこう軽い気しちゃうよりは、うん、思いっきりおちんちんで行ってほしいので我慢してください。はい。おちんちんまで前儀ではいかないようにね。行きそうになったら、うん、行きそうって言ってください。止めてくれるんで。
言わなきゃダメですかね、ね、それは、ね、こう言わないでこっそり言っちゃダメよ。わかるから、ね、見ててね。なるほど。ね